くじ買い占めていきます。必ず当たるくじ引いて当たり出た時点でやめてほしい。結局僕らの検証にはならないんですよ。先月スイッチ当たってるし。また来ていいですか。でそこで買い占めしていいですか。じゃあまたまた来ます。スイッチ入ってますよ。休憩中だから。じゃあギリギリに来ればいいですか。7時半でまた。よいしょー。何してんだこいつら。あ、くじがなくなった。え、あれくじがない。くじ引き屋さんのあれ外してる。なんと皆さんくじ撤去されました。全てのお客さんを犠牲にしてでも俺らにくじを引かせないという。だからね、あったけど、あの時俺ら強く言うべきだったんですよ。またねこれコメントでお前ら慣れ合ってるからこういう風にされるんだよ。そうですね。2枚ずつあれば、はい、あらさ、今日な俺くじやと思ったら8時までね。はいはい。でもうええからこっち取ったら困るから呼びに来てる。要は最近全部買ってくれるって言ったから、はいはい、買ってくれるっていう時点で俺も待ってたから子供のほとんど売ってないもん。で今浦野も買ってくれるって言うから浦野も全部用意した。あの時引かせなかったくせに今来てなんか全部引けよっていうのはおかしくない。また来ますかって言って。当たりってさ、スイッチとかのそういう高額商品が当たらんと意味ないわけですよ。他の、うん、それは自分らの引きやんか、うん、俺らは入れてて、うん、でたまたま自分らがやって当たりがスイッチ出ませんでした。知らんがなって話で、だからじゃあ当たりが出るまでやらせるよって話なんですよ。だからそれやるとスイッチ狙いに来た子供が当たらへんのって。でしょ。だからそうやって言ってるんで逃げるんであれば。逃げてないよ。逃げてるやん。なんで俺らに引かせたらいいじゃん。別に後から全部引かせるんやったら俺らに最初から全部引かせたらいいじゃん。後で最後引きに来るって言ったから俺商売途中でやめて子供にくじ引かしてないねん。でもそれで売り上げが多分落ちとんねん。よったら10万以上。それはもういちゃもんやんけ。それはもうむちゃくちゃやつ。そっちもいちゃもんやろ。買うって言ったら。いやだからあの時に全部買わせたらよかったじゃん最初に。まあ、そうやな、うん、でもあの時俺はね買わしてくれなかった。当たりが1個入ったら出てけって言ってたよ、うん、後からやっぱ言われても、うん、細工されてるしか思わないわけよ、うんうんうん、まあでも俺もそういう意味なくて今言われたらそう思うけど、うん、そっちの言い分も分かるし、うん、あ俺の言い分もちょっと言った方がいいのはおかしいかもしれんけど最後まで俺は待っててんから。じゃあ何をしてほしいの。俺は全部買ってほしかったけどお兄さんの言い分で言うと、うん、先のうち引かせんかった俺が悪いかなって。そうそうそう。俺アホやねん。でも当たり入ってないことはほんまにないし。じゃあ当たりのくじ見せるだけで5万どうすか。くじ見せるだけで5万。もうちょいなさなんでだよ。ほんまに光のやつで俺ら会社来てほんまに。ただその当たりが表に出てる保証っていうのはないわけですよね。例えばじゃあ子供がくじ引きに行って当然裏にまだ他にくじがあるなんていう頭は多分ないと思うんですよ。この箱の中にくじの当たりがどっか入ってんだなって引くわけじゃないですか。俺裏から当たり見たことないです。じゃあもうあの表にある中で単純に減ってきたら外れくじを足すだけでずっと頭から当たりは入ってるんですか。入ってる。だから要はスイッチの当たりなのかそれともゲームソフトの当たりかなのかっていうのが重要なんですよ、うん、ソフトじゃなくてハード。じゃあ今の話をまとめると今からお兄さんのお店に行って表に出てるやつだけを買い占めればスイッチは確実に1個は出てくる。僕らはもう最初から入ってないと思って。はい。マジこれこれチャンネル。え、写真ダメですか。今ちょっと他のくじ屋と揉めてます。すげえ気持ちはわかるし、あ、まあ俺らもちょっと、まあ、軽くもう一回行くっつって言っちゃったのは悪いなとは思うんですけど、それをじゃあ俺らが抱えるっていう話になるとそれはちげえだろっていう。まあ そ, うね、それはもうお兄さんの正直判断で、まあ、そういう風にやって動いたわけで。俺の判断ミスや。俺だってもう300万あったから300万売れるわ思ってたから全部買うって言うから、よっしゃ今までなんか売り上げ下がった分があるわと思ってスケベコンでもね買ってくださいねって出すつもりやったし、 YouTube から何百万被害受けるか分からへんから。でも今俺ら YouTuber を要は金づるにしようとしたわけやろ。まあまあ買ってくれるって言う金づるっていうよりそのごめん少なそうかもしれない。経済的にあの時断られた時点でああないんだなっていうも考えになったんですよ。だから2回目来なかったんですよ。ほんまに入れてんのは入れてる。だからまあ俺としては当たりが入ってるそのくじを見せるその対価として金は出すぐらい。あ、もうそれでもいいよ。だからちょっと時間ないですけど。どうですか。じゃあお願いします。ます今日はこっちに入ってるけどこっちに入ってないって可能性もあるけど。それはあの見つけてくれるんですね。オッケー、見つける。ってことは見つけるっていうのは、まあ、これ裏の話っていうことになると離れます。触って分かるってことですか。正直当たりは。え、じゃあどうやって探すんですか。片っ端から開けるってことですね。今からなんかちょっと待って、触りで分かるってこと、はい、そうじゃないと触って分かんなければ当たりがどれかって分かんないでしょ。これスパイペンっていうねんけど、どういうこと。そういうことか。紫外線を当てれば分かるんだ。例えばあ真っ白ですもんね今。見えない。うん、うん、これこれって書いてありますね。つまりそれで分かると。こんなん知らなかった。知らなかった。そんなに当時にちょっと真実ビーマーしてきたでしょ。うん、見せてもらっていいですか。いくで。はいはい。見てみて。あ、これ、うつさんとてね、俺の名前。
俺が入れたって証拠、うんうんうん、名前が書いてある、これが当たりなんですか。僕が入れたってやつね、うんうん、はいはいはい、分かるかな、ほんまに子供がすっげー混ぜちゃうんで、うんうん、正直あった、うんうん、これ80番だ、あった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 、ありました、これがちょっと見せてもらっていいですか、これが90番の証拠ですか、うん、これ当たり、当たり、なるほど、じゃあこれちょっとめぐっていいですか、いいですよ、正直90何番かわからん、90かよ、90、ごめんってことはまだこれ91からですよね、届いてないな、ごめん、あ、入ってる入ってる、入ってるやん、ほんま 98?86 じゃないの、これ86じゃない、いや98なんで、ほらほら、うんうん、焦るわ、ほんま、うん、入れてるって、うんうん、まあじゃあ98、これでスイッチが当たるってことですよね、当たる、うんうん、よかった、焦った、ほんま、うん、めっちゃ変な汗かいたわ、そんな話、裏やってもらっていいですか78ってなった、間違えてほしい、読めんこともないけど、うん、98かな、でここにも98と書いてありますね、うん、なんかちょっと怪しい感じだったけど、でも入ってたし、いや、よかったです、入ってたんです、まあ分かりました、入ってたってことで、じゃあ、うん、最後いいっすか、うちの看板だけ入ってるお店の系統の看板ね、うんうん、まあだから、はい、光るのはさ結局全部買い占めてなかったわけじゃん、ね、ぶっちゃけね、だから本当に当たりが入ってたかどうかっていうのは分からなかった、そうそうそう、途中でやめてるわけだから、そうですね、でも今回俺らがまあちょっと相手が交渉してきたともあるんですけど、す、ね、今回ね、当たりを見せてもらったんで、うん、このタイプの看板のくじ屋は入ってると ね、ゲーム&カード、じゃあ今度俺ら、別のくじ屋やりますよ、ポインターで使ってもちぐらいじゃん、これで本当ですか、倍に、まあこれじゃあちょっといいですか、まあこれね、まあこれね、当たった、当たり、カタカタの、なんかステマみたいになってない、大丈夫宣伝みたいになってる、なんかステマみたいな、光のせいで相当ね、そう、まあ苦労はしてるんだろうなっていうのは、光来てもらったらもっと嬉しいんですけど、光見てるから YouTuber にして、光よ、おい、ちなみにどこにあるんですか、光ってくい、光ってくい、光、え、何しですか、今回とりあえず検証で当たりは入ってるとね、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます。